私たち「お似合いの恋人と呼ばれてたんよ」「二人して夢一つ見つめ心つないでたんよ」「過ぎ去ってゆく季節叶わんのが夢なんやと繰り返し教えても諦めんかったは嘘やない。私女やからいつまでも待とうと決めてたんや。いかんのんかいかんのんか、恋人のままじゃいかんのか。あの人の歌聞いた人みんな涙流してくれるまで。それやのに父さんはあの人を家に呼びつけて、長すぎる春はいつ終わりにするんか責めよった。恵子はもう若くない、本当にこの子が好きなら売れんた、諦めてまともな仕事をしたらどうや。嫌な実は稽古にないい縁談話が来てるんや。すまんけどすまんけど、この子と別れてほしい。父さん両手畳につけて、頭下げたまま泣きやった。白い車が教えて